目指せポケモンマスター、ジハーディ高志です。今日はタイレーツを使うんだけど、魔剣機ビビリ玉タイレーツを開発してきた。ビビリ玉というアイテムは、相手のポケモンに威嚇を受けた時素早さが1段階上がるというアイテムです。でさらにタイレーツの特性魔剣機によって、相手の技や特性で能力を下げられた時攻撃が2段階上がります。でこの特性と持ち物を組み合わせることにより、本来物理アタッカーが苦手とする威嚇持ちのポケモンを完全に逆手に取って相手を崩せるのではないかと思って、この育成を施してきた。で現環境では威嚇持ちのレイジューランドロスの使用率が3位、ガオガエン17位で、さらにはダイマックス技で能力を下げられるシーンも多いことから、まあ、ビビリ玉はともかく魔剣機を起動させる立ち回りは取りやすいんじゃないかなと思ってる。で当然排水の陣とかいう、交換できなくなる代わりに全能力を上げるとかいうチート専用技も搭載しているので、チャンスがあれば積んでいきたい。で、まあ、ちょ何より見てもらったら分かる通り、このタイレーツこっちは6人いるんで、この数的有利を生かしてしっかり戦っていきたいと思っております。いきましょう。マッチングしました。アレンゴさん対戦お願いします。ワルビアル、ブラックキュレム、ソルガレオ、レイジュボルトロス、ゴービットの進化系のあいつなんだったっけ、ゴルーグか、そしてブルンゲルという舞台なんだけど、とにかくこれイベルタルの通りはいいんだけど、イベルタルがあんま通んない相手としては、ワルビアル、レイジュボルトロス、あとはブラックキュレムになってくるのかなってところだから、そのあたりに強いポケモンを選出したい。いやこれタイレーツむっちゃ生きて、正直これタイレーツから入るわ。でイベルタル出すだろう、イベルタルは絶対出すんだよ。いやでもまあだから、そのレイジュボルトロスとかそのあたり全般に強いのは日食ネクロズマになってくんのかな。ネクロ行くわ。ネクロもブラックキュレムに強いもんね。行きます。さあお相手は、おーこれワルビアルじゃない、ワルビアルだ。えこいつ威嚇だったらビビリ玉起動するぜ。これ今の時代地震過剰なんていないでしょ。あ、オッケー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 。あ、起動した起動した起動したぞ、おい。これで、ビビリ玉まで起動するから、でももうむちゃくちゃ1ターン目から能力が上がったんだけど、あ、これ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 、こういうことなんだよ。これで、こいつが何してくるかやな。排水の陣決めたらもうこれ勝ちなんだよな。で、こっちの隊列をワンパンする技絶対持ってないはずだから、これ排水の陣積んじゃうわ、俺。お、いや、これ、マジで何してきてんだ、マジで何してきてるかわからねえ。ワルビアル自体は俺むっちゃ好きなポケモンなんだけど、こいつ何をするの。怖い顔はだる、怖い顔はダリーは素早さ下がっちゃった。いや能力がもうバッキバキに上がってんだけど。で裏次第ではタイレーツに弱点ついてくるポケモンいないから、ダイマ切ればこれ何でも技耐えるんだよな。これさ多分殺傷能力ないでしょ。ダイナックル打っちゃっていいんじゃないのかって思うんだよね。いやインファイトは耐久が下がるから、だからせっかく排水の陣で上げた耐久を落とすのはね、若干ちょっとあのマイナスシナジーなんだよね。でこれはこのワルビアルがタスキとかじゃなければ死ぬぞ。タスキなんじゃのー、しっかりタスキなんじゃのー。いやだとて、だとてだろ。あーやっぱやっべ、やっべえ、ワルビアルだったんだけど。じゃあなんで怖い顔とか打つんだよ。おい意味ねえよ今の、全部意味なくなったんだけど。おいやっぱ、いやまずいって。いや素直にいけばよかったね。じゃあね、まあでやったところで結局そう、怖い顔優秀なんだけど、この怖い顔カウンターなんじゃこいつ、ワルビアル。いやいいな、ちょ俺も使うわ、そのままパクる、パクりますわ。いや怖い顔はこれ S 下げるでしょ、だからトリルだから関係ないんだよ。いやだとしても、まあ、ちょっとあのタイレーツを失ったショックから立ち直れそうにないんだけど、こいつカウンターも打てんのか、超強くない、こいつの技構成なんだろう。これメテオドライブ打つね。あとりあえずワルビアルだけは倒せるけど、めちゃくちゃ仕事されちゃったよ、おいメタメタ仕事されちゃった。金殿1枚持ってかれたぞ。怖い顔、タスキ、カウンター、イベルタルじゃねえわ。タスキ、カウンター、ワルビアル、いいね。ワルビアル好きなんだよ。うわー、ボルトロス、ボルトロス？いや、ボルトロスで、ネクロズマに喧嘩打っていいこと、ある？お前、これまでもなかったろ。ボルトで、ネクロに喧嘩打って得したことなんて多分一回もないと思うけどな。でここでダイマってことは、まあ、ブルンゲルとか俺のネクロズマを完封できる系の受けポケモンが相手の裏にいないんだ。フォトンゲイザーこれむっちゃ入るぞ多分。確認が取れている。いやそうなんだよ。で片や
第3打いかに効果力とはいえこれは耐えるぞ。まあ、ボルトロスはこの剣盾そのガラル地方を切っての、 特殊攻撃力の種族値を誇るんだよ。タマボルトや怖っ。これトリルまだ2ターンあるから相手大ウォールを絡めても枯らし切ることはできない。枯らしニコフ拳銃だから結局これで、まあ、お互いの大魔を失い合った形にはなって、かつ俺は数的有利が作れてる。いやしかもこれは、まあ、この大ウォールは、まあ、理解できる。そのわかるよ。要はボルトロスが倒されてなおトリックルームターンが1ターン残ったらまずいからってことだよね。で2連ウォールにかけてこないあたりはちゃんとしてる人で、これで一応数的有利がもう一度作れたんだけど、もう一度というか別に1回目作ってねえか、これが初めてか。でトリックルームが終了してしまったので依然まあ不利というか、キュレムか、ブラックキュレムだとな。いやーこれブラックキュレムか、この残り HP からね何もできないんすよ。クロスサンダー、クロスサンダーをお持ちのお客様だ。まあ、どのみちこれは氷技が裏のイベルタルにも通って弱点だから、でこの急所は無効、絶対死んでる。まあ、これはちょっと何を読んでのクロスサンダーなのか分かんないんだけど、まあ、ドラゴン技も氷技もネクロズマに半減だから安定技がそれだったのかな。フィールド補正もあるもんね。でこれ多分ね、多分というかまずこのいやキュレムワンパン無理なんすよ。で多分こっちはワンパンされちゃうと思うんだよね。これも多分悪の波動でひるませるとかしかなくない？スカーフではない悪の波動、多分半分は入ると思うんだよ。確定2発は取れる。なんでここ龍舞なの？なんでここ龍舞なの？ほんとわかんないんだけど。うわ、怖っ。まあでもそっか、どの道一発耐えないといけないからってことか。不意打ちじゃ絶対落ちんのよ、これ。もう一回役の波動打たないといけないや。いや、これ多分無理やんな。つららばりでいいもんな、これ。2回で終われば、勝てる。さあ、終了しろ。終われ。お、嘘でしょ。わ、もうめちゃくちゃ運勝ちだ。あ、最低だ、これ。これはね、相手の勝ちです。実質相手の勝ち。つららばりじゃなくて、なんか、もっと効果力の氷技あればよかったな。というか、これ多分クロスサンダー打ってれば勝ってたんじゃねえのかな、お相手。じゃあ、相手のプレミだから俺の勝ちだ。マッチングしました。マスさん対戦お願いします。デンチュラ、レイジューランド、ヌオー、カプレヒレ、ホワイトキレムザシアンという舞台。これはまあデンチュラから入ってネバネバネットのサポートかで、ホワイトキレムを動かすっていう構築なんだけど、まあ、ネクロがそのあたり全般的にもう何とでもなるんでいいかなと思ってて、で隊列は当然のごとく連れていきたいんだけど、まあ先発にレイジューランドとかコンだろうからロトムから入るか。これロトムで出し負けがほぼないんだよね。レヒレちょっと重いけど、今の時代のレヒレに水技、効果力水技が搭載されてるとは考えづらい。で隊列ネクロズマで、まあ、これはほぼ完璧なのではないかと思っております。いきましょう。お相手はやはりデンチュラから入ってくる。やはり入ってくるが、いやここをどうしたもんかなと思ってて、そこいつ多分タスキ持ちで多分ネバネバネットを優先してくるんだよ。この試合ちょっとロトムの動きは柔軟にしておきたいんで、これメガネを押し付けます。メガネトリックして、で特殊アタッカーだからまあ多分雷とかあるんだけど、まあいいかな、いいんじゃない、いいと思う。でここで何打ってくるかや、タスキを持っている。で高校ボルトチェンジができる状態ではあるんだよ。とりあえず10万ボルト、あ10万ボルトじゃない、ごめん、ボルトチェンジ打ちたかった。エレキネットなんだけど、エレキネットか。ただメガネだから結構ダメージ入っちゃうよね。いや急所でこれか。多分目の前の相手に対してもダメージを与えられるっていうことだよね。ごめん、これちょっとこの10万ボルト意味不明。エレキネットか。じゃあこれボルトチェンジでネクロズマにつなげばよくない？まあ、これでさっきの急所を終わりこな。この運に支配されたシーソーゲーム本当にくだらないからやめろ。でこれでネクロが無傷で無償降臨できた形になって、でネバネバネットに関してはもうむしろトリックルーム下ではこちらに分がある形になっていくといったところで、まあもうこれトリックルームで大正解からので、絶対裏にこれホワイトキュレムいるまで確定だと思うから、こうホワイトキュレム日食ネクロに何もできないでしょ。下手したら日食ネクロで3立てして終わりじゃね。まあお前はそうだよな、
メガネかけてエレキネット打つだけのマシンになり下がってるもんな。でこれで S が上がったけど、これトリックルーム前提なんで全く問題ない。まあこれ俺が竜舞持ちだったらこれは痛いって話になったんだけど、だから竜舞ネクロがいいかトリルネクロがいいかどっちが強いか議論に関しては、まあこういうそのなんかネバネバネットとか、あと岩石封じとかに対していたちごっこにならずに一気に盤面を展開できるっていう観点からはトリックルームが優秀。ただし、まあ、トリックルームはご存知の通り5ターンのターン制限があるから、まあ、その間に相手を制圧しきることが必要になってくるっていう、まあ、なんだろうその受け回されたら終わっちゃうよねっていう、だから相手の読みをしっかりこう読み勝っていくっていう、まあ、そういう能力が必要になってくるのかもね。だからまあどっちもどっちだよね。でカプレヒレか、いや絶対これホワイトキュレムやん裏だから出せないんだろ。ネクロの HP クソ大事なんだよ。これロトムやな、ロトムバックしよう。ただタスキが削れてるから、奪ったタスキは削れてるんで、まあなんか変なロトムだ、変な、いやまあでも今の時代のレヒレなんて自然の怒り方が多いんだよ。両壁自然の怒りみたいな、もう自然の怒りワンウェポンまである。ボルトチェンジかな。いやここでそのホワイトキュレムに無償交換されて、無償降臨されるのが嫌だったんだよ。いややばいわ、しかもこのレヒレめんどくせえレヒレだから、うーんこれでいいんじゃない。渦潮だって、まあとりあえずトリルがある間はネクロでいいんだよな。正直ネクロでよくって、でこの残り HP のカプレヒレ、うわー怪しい。いやこれ大スチルでいけるか正直わからん。仮にこれでもネクロ失ったら俺絶対負けだよ。これロトムだな、これロトムや。仮にこれ切る結果になるとしてもロトムや。相手が多分自然の怒り渦潮まあなんかみたいな、いやいやこれで殺されるんだったら別にいいんだよ。あ耐えちゃったけど、これ定数ダメージで自主退場できるんじゃないのかなと思ってて、でこれでこうなると俺隊列出せると思うんだよね。隊列出すべきじゃない。隊列出せばどのみちこれ多分自然の怒りが渦潮かの二択でしょ。いやだったらこれ隊列の排水の陣で回線か。あしかもこの魔剣機うまいんだけど、あこれ逆利用できんじゃん。でこれで排水の陣でいいでしょ。多分殺傷能力は低い系のレヒレだから、ドレインキッスまで持ってやがるぞこいつ。ただ火力は低い。いや効きすぎなんだけど、効きすぎな剣について、だこれで特防も上がったけど、特防も上がったから大魔切れば次の技は耐えるんだけど、無理っすねそれは。もう今やそれは効かなくなってしまいました。裏がホワイトキレムほぼ確定だから、だからこれはギガインパクトで一撃で倒す。おお強強なんだけど、すげえな、いいよ。いやギガインパクト採用してきたのなかなかに悪くない気がする。これでホワイトキレムしよう。まあこれはもう相手の動き的にホワイトキレムが断定してよかったんで、ホワイトキレムが変な竜舞型とかじゃなければまあこれで俺の勝ちだって。これ俺は次のターン反動で動けない。これなだってその物理耐久を上げるダイスチルとか覚えんでしょ。バーンだ、あーそういうことか。クロスフレームベースの大バーン打っておいて、で俺の裏のホワイトキレムじゃない日食ネクロに対する最大打点の火力を上げたっていう立ち回りか。まあそれはうまいと思うんだけど、まあおー玉か、玉キュレム削れてるネクロ、まあ、特化の可能性もある。多分特化なんですよこれ。あのネバネバネットのサポートかで動きたいってことは多分特化なんだよ。ただ、まあ、要は一致の玉ってことでしょう。耐えないと思う、耐えると思いますよ、まあ、お互いやれるだけのことはやった。もう手は尽くしてたんであとは天命を待つのみ。まあ、俺はダメージ感覚を信じてる。これは耐えるな。相手はもう弱点保険はケアしないっていう立ち回りだもんね。この場で一撃で俺の日食ネクロを倒さないといけないっていう立ち回りだったが、残念だが俺の日食ネクロ一歩上を行ったようだな。ちなみにこれ耐久に回してないその
トリル型じゃなくてリュウマイ型のエースヒュレムあネクロだったらこれ耐えてないんだよ。だこの点も HP に回せるトリル型のネクロがやっぱ部がある。まあ一丁言ったんだが、対戦ありがとうございました。マッチングしました。モリリンさん対戦お願いします。日食ネクロサンダ ー化身じゃねえわ、ホワイトキュレム、レイジュランドロスポリゴン2ウラオスという舞台なんだけど、まあ、ウラオスはきつめではあるかな。ウラオスはきつい。イカケ持ちのレントラーがあんま意味をなさなくなるんだよね。とりあえず隊列から入っちゃえばいいかなっていうのもあるんだけど、でそうなるとサンダーがゲロ重くなるのね。だからまあ一応飛行技半減で受けられるネクロは連れていくけど、ただネクロを後投げしても玉サンダーとかだったら受けきれねえんだよ。ただ下2枚ホワイトキュレムに対しても強いから、これ絶対連れていかないといけなくて、でそうなるとあと1枚レントラーだけど、そうなるとウーラオスに弱くなりすぎんのね。弱くなりすぎるけど、だとしてもこれレントラーしかいけなくない。うわやっぱウーラオス来るよな。いやそう、水の型なんだけど、しかもしまいには水の型ウーラオス、連撃ウーラオス出てきてしまってるんだけど、まあレントラー、まあレントラー何打つべきかな。まあ、電磁波打つべきか、ボルチェンで対面操作するべきかはちょっとわからん。だからこれ水流連打安定なんで、まあ、これは威嚇は関係ない。威嚇で A 落として受け切るみたいな手は取れない。いやしかも悪じゃねえところ優秀。いや受け切ればするんだよ、これオボンが起動するから。全然受け切ればするな、全然受けられはするんだけど、まあ、ボルチェンで A か、ボルチェンでいいね。あ連打でもう突っ込んでくる。だったら、まあ、ウーラオスが持ちがちな気合のタスキをケアしながら、ここで気合のタスキを剥がしながら、しかも多分これボルチェンね、 C に振ってないとはいえ結構入ると思うんだよね。なぜならウーラオスは、まあ、物理防御は無茶高いけど特防低いんだよ。低いというかまあ人並みなんで、まあ、半分は入ると思う。あむっちゃ入ったわ。なんならむっちゃ入った。いや隊列や、いや隊列、ここはもう相手の A が今1段階下がってるから排水の陣打つ。ここは積みの起点にする。この隊列もこのウーラオスと同じく物理耐久は高い。水流連打で突っ込んでくる。ただ鉢巻きじゃないことはもう確認済み。まあ、タスキか。あいい耐え方、いい耐え方。まあまあ、いいかどうかはちょっとよくわかんないけど。だこれで、相手の A1 段階下げてるから、まあ、仮にこれ相手のウーラオスのアイテムがタスキで、うわ、かっこよ。え?かっこよ。今のエフェクト見た?で、アクアジェットがあった場合も、A を下げてるおかげでアクージェを耐える。でもこれ逃げられないんで、俺はもう交換とか、もう、ま、何も読まないからな、こっからは。ダイナックルで倒せるんで、これナックルやな。ナックル打ちます。いやいいね。なんか今画面バグらなかった、大丈夫。これで上とアクージェ、アクージェもこれも耐える、これも耐える。これで威嚇入れた意味が出てくる。ここでナックルで相手を踏むだろう。これで A が2段階上がった形になるぞ。さすがに落とせるよな、一致だし。いやこれは、いやこんだから急所でごちゃごちゃ水を差してくんな。こっちとら排水の陣なんだから、もう水は間に合ってんだよ。出てきてしまうキュレムなんだけど、いやこれまあ相手が最速だったらどうなる。これちょっと待って、タイレーツのさ実数値見ていいよ。俺ちょっと変なというか、まあ、結構調整ぶりしちゃったんだよ。 S 実数値が112でしょ。112だからキュレムがスカーフじゃなければ抜けてるわ。最速でもダイナックルが一番入る。え、これダイナックルでいけんか。いやいや、ま、ダイマごと貫通は無理だろうけど、後ろが分かんねえんだよな。ウォールを絡めてくる。え、ちなみにこれはそういう手を取ってくるんだったら、俺も次ダイウォール打ってダイマからした後にインファイト打った方が火力出るんで、ダイウォール打ちます。で排水の陣だから、このキュレムに対して一方的に強い日食ネクロを後投げするっていう手が取れないんだよね俺は。さあウォール、いやこのダイウォールは相手多分ちょっと、いやドラグーンもまあワンパンする前提だったらいいけど、魔剣気をご存知でない。いやこれ
まあ、インファでワンパンは無理だと思うんだけど、とはいえいいダメージは入るはず。もう逃げられないって書いてあるんだけど嘘だろこれ。いくぞこれ、インファイト1、威力も2倍になってる。これまあ、いいダメージは入ると思う。かなりいいダメージは入るはず。おお、ホワイトキュレムワンパン、えぐいダメージが出たぞ今。素晴らしいダメージが出た。あれこれもしかして行った説ある？ラストランドとかだった。あ、ポリッツだ。もうじゃ絶対勝ちじゃん。絶対勝ちだこれ。あ、 100% 勝ちや。負けん気のトレースはこれ大丈夫か心配にはなるけど、じゃあもうインファの一環が全く切れてなかったってことね。じゃあもうこれ絶対耐えないでしょ。物理防御とかでも耐えないっす。あざした。あ、タイレーツで完全に勝ったろ今の試合。ということで今日はこんなところにしたいんだけど、この挙動かわいいね、タイレーツ。ただね、ビビリ玉が起動するケースはなかなかレアだったかな。やっぱ上位体だとしっかりこのタイレーツとかいうマイナーポケモンの負けん気という特性もしっかりとケアしてくるんで、まあなんかそういう相手の知識不足につけ込むみたいなプレイングは通りづらいし、まあ通ったところでやっぱりちょっと素早さのラインが微妙なんで、結局素早さを1段階積んだところで素早さは荷積みしないとザシアンとかまで抜けないあたりがやっぱ終わってるんだよな。だからまあ禁電環境が諸悪の根源だとは思うんだけど、まあ、使い方次第では絶対強いんだよな。だからタスキ持たせてカウンター習得させるとかもありだと思うし、まあ、まだまだ育成論の考察の余地はもう、なんぼでもあるポケモンだと思うんで、まあ、なんかいい方思いつく人がいたらぜひコメントで教えてくれ。まあ、そんなところかな。今回の俺のタイレーツの育成論は概要欄に載せておくんで、よかったら使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。